どうも、怪しさ 120% の男、ブス島です。S の方程式実況プレイやっていきたいかと思います。はい、なんか、鈴崎の事務所で、ナホちゃんが来て、キバがいて、というような続きでございます。じゃあ行きましょう。キバが去ると、今度は彼女が興味深げに聞いてくる。ヌエノって誰ですか？ひょっとしてなんか事件に関係あり？ナホちゃん？はい。俺たち忙しくはないけど、そうだ、これから晩飯の調達をせなければいけないんだ。すまないがまた今度遊びに来るということでどうかな。あ、それだったら私もついて行っちゃおうかな。だから帰れっつってんだろこの草間。あのね、いいことを考えました。晩ご飯食べに行きませんか？かお礼も兼ねてということで、ついにいろいろお話を聞かせてくださいよ。ずいぶん強引な話だ。なんだか大変なバイタリティの女の子に巡り合ってしまったようだ、このメガネパンダ。困った顔の私と鈴崎に彼女はニコニコと笑いかける。どうです？晩ご飯ぐらいご馳走されたっていいでしょ？あらら、何？鈴崎が言った。まあ確かに悪くない。いいか、草薙くん。お望み通り、飯をご馳走になりに。いや、精神的に疲れたのか今日はもう動く気がしなかった。すまないが鈴崎、私の分もごちそうになってきてくれないか。ちょっと今日は疲れたよ。そういえば草薙って結構すぐ疲れんだよな。しょうがねえなこれは。草薙さんのお礼なのに。でもまあいっか。了解。じゃあ鈴崎さんが食べに来るということで、住所はここですから。そっかそっか、まだネットとかねえもんな全然この頃。なんか住所をこう紙でもらったりしてましたね。住所を書いたメモを渡し、その後もしばらく話をし、先に帰って準備をすると言って、ようやく十数分後彼女は事務所を後にした。鈴崎は一つため息をつく。どうしたよ。鈴崎さんよ。どうした？草薙くんも随分とまた大変な女の子を助けたもんだな。なんだか牙のずうずうしさも可愛く見えてきたぞ。ああと飛ばしてた。まあ女性相手は君の担当だからね、よろしく頼むよ。そういうことね。全処するよ。おっと、ここでまたシーン変わるんだ。完全シーン変わるって感じ。ウィンドウがこう閉じるとね、あれですよね。なんか変わった感じがしますね、やっぱりね。草薙くんがグロッキーだというので仕方なしに俺はただ一人で青沢家に乗り込むことになった。でもそもそもいきなりこんなおっさん連れてきたおっさんでもないんだけど、家の人ビビんないのかね。草薙くんはああは言っていたが、俺だってさっき初対面の女の家に上がり込むなんてのはもちろん得意ではない。腰が引けてる思いで青沢家に招かれる。ところがなんだよ、なんか嫌な予感してきたぞ。大丈夫かこれ。おい、大丈夫だよな。いきなりバーンとかないよな。あ、この BGM は大丈夫だろう。よしよし。で、こちらが探偵の人、こっちが私のお姉ちゃん。美人でしょ。あ、なんか回想っていうかあれ出てきたやつか。あらら、なほちゃん、ちゃんと紹介してちょうだいな。あなたいつもそうなんだから。あら、柔らかそうな胸だな。おい、どうも妹がお世話になってるそうで、姉の瑞穂と申します。青沢瑞穂ということですね。そう言って俺に向かい彼女はしんなりと笑った。はんなりとも言おうか、とにかくしとやかな笑いだ。なんか本当に和風美人って感じだな。いいな和風。あ、いいですね。どうも鈴崎です。私はでもね、さとみさんの方がいいですね。好みですね。どうも鈴崎です。おうほうほう。助けてくれた草薙さん本人が来なかったのは大誤算だけど、まあ鈴崎さんが来たからいいやって感じ。この辺はあれだな。鈴崎さんの分も食べてね。お姉ちゃんの料理最高なんだから。ああ、家庭料理に飢えている身だからな。遠慮なくごちそうになるよ。おー、鈴崎かっこいいもんな。さ、食べてどんどん食べて。もうあらららら、まあ食事シーンはこんなもんか。でもやっぱりこういうとこ、あ、グラフィック本当にいっぱいあるな。なんかちょっと手が平べったい感じもするけど、なんか昔って感じでいいな。美人姉妹のお愛想に預かり、夕食は楽しく過ごすことができた。事件のことやら探偵のことやら、あまり飯の時にふさわしくない話題を持ち出したがるナホをできうる限り無視し、努めて姉の瑞穂との会話を楽しむ。そうは言ってもかわしきれず、随分とアメリカでの探偵時代の話や、まあ話しても害のなさそうなことは随分と喋らされた。でもなんか、腹減ったな。ナホは目いっぱいの好奇心、瑞穂は控えめな好奇心を持って、そんな俺の話に相槌を打った。一方聞けば彼女たちの両親はすでに失い、姉妹2人きりで生きているという。それはそれで大変だな。でもなんかやっぱりね、この手のゲームの、定番の設定でございますね。ことあるごとにお姉ちゃんを連呼するナホの信頼度の高さはそんなところから来るのだろう。要するに姉の瑞穂が母親代わりなんだ。でもそんなところにいきなり男って引っ張り込んで大丈夫なんか。そして瑞穂は見た限りでは絶滅したと思ってた清楚な、日本人女性という種をたくましいだよな、した人物だ。もう字がもうほんとダメだな。万事控えめ、いいですね。相手を立てる、何より美人、そう重要ですね。3日で美人は飽きるって言うけど、俺見てても飽きねえからな。ナホが自慢げに話す様子を見ても、これが普段からの彼女なのだろう。一方ナホは姉と比較してもまるっきりガキだ随分だな。気分屋なのか、その振る舞いに瑞穂も振り回せ気味のようだ。警戒心がないというか、そのうち本当にやばいことに巻き込まれそうな雰囲気もあるし、そうかと思えばちゃっかりした部分もある。そういうやつはね、大体大丈夫ですね。他人にこうね、なすりつけちゃったりしますから。何にしても対照的な姉妹には違いない。でも今回はなんか移動とかも少ないな。なんかクリックしてるだけって感じなんだよね。食事が終わると瑞穂が片付けに立とうとする。それを抑えてご機嫌なナホは自ら食器を片付け役を買って出た。またグラフィックあんのかな。そこまではさすがにないか。いつものやつですね。いいよいいよ、たまには私がやってあげる。お姉ちゃんは少し男の人と話す訓練をしなさいまあナホ、へへ、そういうことで鈴崎さんがお姉ちゃんをよろしくね。ちょっくらお片付けしてくるから。嫌な予感してきたと、大丈夫かこれ。そう言って彼女はキッチンに消えた。なんか手が勝手にエプロンを通してさえ感じられる豊かな父。いいっすね。もう一回調べちゃったよ。豊かな張り詰めた父ですね。なんと表現したら適当なのかわからない。テポテポというか、やたらと柔らかそうだ。納得。いいっすね。16色でもいい。こう柔らかそうっすよね。このネクタイになりたい。俺は。まあいいや。はい。水は困ったように小さく笑った。困りましたね。困った、そうですか。俺は嬉しいんですが。こういうところがね、鈴崎モテるんで。そういうと彼女はますます困ったように顔をあからめた。私、男の人と話すのは苦手なんです。ブス島は女性と話すのが苦手です。あの子、それを自分のせいだと思ってるんですわ。というと、両親を亡くしたのがもう6年も前になります。おかげでわかります。未成年では親の遺産さえ自由にできまい。生活は苦しくないにしても楽ではなかったのだろう。いい表現ですね。これ、高校を卒業してナホの世話もあるから大学は諦めて、あの子は私の青春を奪っちゃったって変な罪の意識を持っちゃって、私が男の人と話すのが苦手なのも自分のせいだと思ってるんですが。苦手なのかい？ A、飛ばしたけど A でしたね。こうして話しているのに彼女は小さく笑った。上品だがさっきほどしんなりした笑いではない。いいことだ。リラックスしてきている。リラックスはいいけど出すんなよ、頼むからな。話題が妹のことだからですが、自分自身のことなら話すようなことなんてありませんもの。腕も細い。なんだか料理をさせるのが悪いような気がするくらいだ。なんかね、いいでしょ。話題がない。まだナホが洗い物を終えるまでにはしばらくかかりそうな気配だ。それまでに彼女の男性リハビリに手を貸していてもいいだろう。恥ずかしいんですけど、確かに私はあまり豊かな青春を送ったとは言えませんもの。失礼だけど22ですわ。これはいいよ、言っちゃってね。22ですわと彼女が先手を取る。それで青春は終わったようなことを言われちゃ26の俺の立場がない。もうブス島もう全然立場ねえよでも私は昔はちょっと荒れてましたのよ。なんで妹のために自分の時間が潰されていくんだろうって。今はあの子の成長が楽しみなくらいですけど、おかげで妹にはババ臭いっていじめられるんです。そんなこと言うなよ、22の人に。ババ臭いねえ、いいじゃねえか。しばらく彼女との会話に興じていると、そんちなほが戻ってきた。よかった、嫌な予感は的中しなかったぜ。終わったよ。ご苦労様。珍しく頑張ってはね、鈴崎さんの前だから。柄にもなくなほが照れたように舌を出す。もう何それお姉ちゃん。ふふふ。ああ、いいですね、姉妹ですね。そんなことよりお姉ちゃん、男の人とちゃんと喋れた？そうね、どうかしら。彼女が困ったように俺の顔を見る。話せた話せた、おかげで美人との会話が楽しめたよ。ふーんならいいけど。ふと瑞穂がキッチンに入っていくと思うと、彼女はすぐに出てきた。なんだよなんだよ。ため息をついて彼女が笑った。なほちゃん、食器の油汚れとか落ちてないじゃないの。これじゃ全部やり直しだわ。なほが再び舌を出し首をすくめる。あ、かわいいな、そういう表現もね。嫌いじゃないっすよ。おっとっとっと、じゃあ話してみましょうか。ごめんなさい、活発だな本当に。やっぱり私がやらなきゃダメね。仕方ないといった表情でエプロンの紐を結び直しながら、みずほがキッチンに戻りかけた。そろそろ潮時だろう、そう思って腰を上げる。じゃあごちそうにもなったし、そろそろ俺は退散するとするかな。不服そうに声を上げるなほ。みずほも手を止めて引き止める。なんだよ、なんか嫌な予感してきた。大丈夫か？お構いもできませんでしたけど、ゆっくりしていってくださいな。あ、大丈夫だな。なほがパッと顔を輝かせた。大丈夫だよな、何もないよな。そうだそうだ、お部屋においでよ。来た、大丈夫かこれね。ここ危ねえ、呼びそうになったけど、ここはブスジマワークが入ってると思いますけど、はい、お部屋特別に見せちゃうということでね。はい、一言言ってグイグイと俺の腕を引く。90年代さすがだな、怖えな。さ、探偵の話ももう少し聞かせてよ。お姉ちゃん、食器は任せたから。おっと、すごく嫌な予感俺してきたぞ。大丈夫かこれ。ちょっと待てよ、本当に大丈夫か。おいおい、なんかコアラを思い出すな、これだけ見ると。2階へと手を招かれる。引かれるか、まあいいか。気まぐれな子猫のおもちゃになるのもまんざらでもない。ちょっと大丈夫かこれ、本当に大丈夫かこれ、本当にちょっとね、心配ですね。相変わらず気分が優れない。あ、草薙か、よかった。ずっと今回のこの一連の出来事について思考を巡らせていたが、原因だろうが、ずっと今回のこの一連の出来事について思考を巡らせていたのが原因だろうか。考えすぎは精神に良くない。だがそう思いながらも思考は山崎さとみやヌエノに向かってしまう。物事には境界というものがあるはずだ。ちょうど天文学者が惑星の光と闇の狭間に明暗境界線と呼ぶように、水と空気の狭間を水面と呼ぶように、触れることができないが、それは確かに存在するのだ。水面はそこに確かに存在するが、触れようとして手を伸ばせば、そこはあくまでも空気の中か水の中であって、水面というものではない。ああ、確かにそうだな、難しいね。全て境界だ。理性と光と闇にも境界はある。人は時々その境界の縁に立つ。わかるね。でもそういう表現、いい表現だな。例えば真夜中拾ったタクシーの運転手が女房の浮気とその相手について奇妙に座った目で語り始めた時、周りにうつろな都会の闇、スピードが少し出過ぎている気がする。酔いも一気に冷め、その運転手を刺激しないように愛想笑いを浮かべながら油汗を流す時、例えば学生時代、何に対しても自分でもわからない、自分は他人と違うというプライドを抱え悶々とする時、それでも明日は必ずやってくるし、他人が笑えば笑い、他人が踊れば踊る、くだらない友人の姿に自分自身を見る時は来るのだ。例えば朝元気で出かけたはずの肉親がどこかのハッピーなバカに刺され、夜には遺体で戻ってきた時。ああ、深いね、こういうのもね。もちろん自分を好きだと言ってくれた女性が次の瞬間には目の前で自殺した時も。ああ、重いな。そんな時にほんの少しだけ境界線が確かに引かれているのが見えることがある。まあどんなもんでも狭間はあるからな、本当に。いや、なかなかこれ興味深いな。すると次にはそれを触りたくなる。でも触れねえんだよ。だが触ればおしまいかもしれない。水面にとどまることができないのだ。ってことはアメンボとかあれすごいな。水面触ってんだもんな。あるのは水中の中に落ちるか空気の元へ戻るかの二者択一。だが水面から顔を上げるために泳ぎ続けるのは困難だ。いっそ沈んだ方がいいという人間もいるだろう。私はどちらなのだろうか。わかりません。それはね、草薙くんの気持ち次第ですよ。さあ、もうちょっと続けていきましょうか。ゆっくりと疲れを取ろうとして風呂に入った後だった。寝る前にのんびりと読書をするのも悪くない。そう思いながら事務所へと降りる。須崎とは違う誰かの気配があった。雰囲気が違うし、鈴木が帰ってきたとするなら早すぎる。何よ。なんかバーンとかないよな。大丈夫だよな。アスカが出張から帰ってきたのだろうか。だとしたらかわいそうなことだ。鈴崎は今頃青沢奈穂の家でのんびりと夕食を食べていることだろう。笑顔を浮かべる用意をしてドアを開ける。笑顔が自分でもこわばるのが分かった。そこに明らかにアスカと違う男のシルエットが浮かんでいて、縫えのじゃねえだろうな。明かりをつける。少し不安定に瞬いて事務所の電光のもと浮かび上がった。死体とかじゃねえよ。大丈夫だよな。いや、バーンっていうのは勘弁してくれよ。怖いが。縫えのじゃねえか。やっぱり。彼が口を開いた。お久しぶりです先生。いや思わず間の抜けた返事をしてしまう。ニコリウと笑った男、縫えのカネトだった。おー、ちょうどシーンが変わったぜ。大丈夫ね、どうだった？私のお姉ちゃん。部屋に入った途端、くるりと振り返ってナホが聞いてきた。やたらと目を輝かせながらだ。どうって言われてもちょっとね、切れないんでこのままいっちゃいますよ。綺麗だったでしょう。ベッドに腰掛け、明らかにそう聞く。いや、確かに相当な美人だな。仕方ないのでカーペットの上に座る。ちょっとなんだよ、なんか大丈夫かこれ本当に。おっと、これブス島マークはこれは必要ない。大丈夫、これは大丈夫。これはショートパンツです。ナホが突然に言った。鈴崎さん、お姉ちゃんと付き合ってみる気ない？いや、久しぶりにあれだね、特に何も必要ないブス島マークいらないやつですね。いいっすね。これはショートパンツですからね。ショートパンツですよ。はい。はあ、俺の反応にクスクスを笑いながら両腕をベッドに下ろし足を組む。さっきも話してたみたいだけど、お姉ちゃん男の人が苦手でね、姉思いの妹としては何とかしてあげなくちゃと思うわけですよ。これがまたねえくだらんとかなんとか言いつつ、俺の視線はついつい彼女の股間に走ってみたりするのだが、とりあえずそう言って俺は言葉を続けた。ちょっと言い訳じゃないですけど、男って割とね、ホーミング機能ついてるんですよ。自動追尾システム。どうしても目が行くんですよ。これ言い訳じゃないですよ。これ行くんですよ。これ本当に。彼女は少しばかりしとやかすぎて積極性に欠けているというだけの問題だろう。あんな美人なら放っておいてもそのうちいい男を捕まえるだろうさ。実際俺だって立候補したいくらいだ。ならいいじゃん。このナホさんがお姉ちゃんにうまくいって鈴崎さんとの仲を取り持ってあげるよ。それで問題大解決。 OK じゃん。じゃーんじゃなくて、なんで鈴崎さん恋人ありなわけ？ナホが不満げに聞いてくるが、しかしアスカがいるからなんて甘ったるいことは口が裂けても言えない。鈴崎さんわかるぞ。それすごくわかりますね。俺はクールが売りの探偵だ。まず瑞穂さんの気持ちを確かめるのが先決だろう。彼女はおっと、大丈夫か。何にもないよな。ふうと、その瞬間、ちょっとね、いろいろとあってね、カットしちゃってますけど、ちょっとはい、大人の事情ってやつですね。はい。パタッ、ドアの向こうでかすかに物音がした。慌てて音を消したような気配もした。あれ、お姉ちゃん聞かれちゃったみたい。まいったな。これじゃ私の計画大失敗だ。ハートつけるな、ハート。別にそれ自体は鈴崎としては全然構わないんだが、ちっとも参った様子もなくナホはそう言ってペロリと舌を出して再びニパッと笑った。いやー、なかなかあれですね。うん。嫌な予感的中って感じですね。いろんな意味でね。まあ、こんな感じでね、いいかな。はい、ということでね、ちょっとね、ここで一回ね、動画を切らせていただきたいと思います。いやー、なかなか、今回はハードでございましたが、まあね、まあ、大人の事情をさせていただければ非常に嬉しいかと思います。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは。どうぞどうぞ好きなのをお持ちください。シコシコ、シコシコやってたんだね。何なんか変なのいる、変なのいる。うわ、早い。やっぱり。何言ってんの？宇宙企画だね。アリスジャパンとかオンデマンドとか、あれは業界用語デマンドですから。常識では考えられない発言。コンストラクションブス島、あなたが体験するのは明日かもしれない。